主分別駅は、北海道マシ郡ケ毛マシケ町大座、尺間村座主分別にあった北海道、旅客鉄道ルモイ本線の駅である。電報略号はユモ。1977年の主分別仮上工場と、周囲約500メートル範囲。左下が、マシケ方面。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成所在地名より、 地名はアイヌ語のスプンペイに由来する。山田秀蔵は当初スプンに主文の字を当て主文と読ませたのが点火したのではないかと推測している。短式ホーム一面一線を有した地上駅。ホームは線路の西側に存在した点鉄機を持たない防線駅だった。仮上工場に羊を持つ開業時からの無人駅で、 駅舎はないが、ホーム北側で入り口付近に待合所を有した。外観及び玉砂利の敷かれた内部ともに阿分駅と全く同じ仕様の鉄板張りの建物だった。トイレはない。ホームは木製デッキ式ではなくプレコン製だった。深川方にスロープを有し駅施設外に連絡していた。漁港の集落がある。駅は国道から少し山側に入ったところに位置した。 廃液者、ホームともに解体されやぶとかしているが、かつてホーム上に設置されていた伝統設備が残されている。主分別仮状工場に関するカテゴリー。ありがとうございます。